球の皆さん、こんにちは。月くんと申します。今日は先週公開された新ウルトラマンのネタバレなし感想動画になります。まあもうゴリゴリでネタバレありの解説動画が世の中にゴロゴロと出回っている中で、ただの一般人のおじさんのネタバレなしの感想がどこまで需要があるのかわからないんですけど、このチャンネルの視聴者の皆さんは神なので細かいことは気にせず語っていこうと思います。新ウルトラマンの公開前におさらい&軽い予想動画みたいなの出したんですけど、大体は当たっていたんですけど読み切れなかった部分もありました。全てを読み切ることができなくて未練未釈、私の好きな言葉です。はい、ではまずざっくりとした感想ですけど、 0.1 倍速で見せてほしいほど冒頭がエグすぎ。事前知識はあればあった方がいいですけど、なくても全然楽しめます。原作と同じところと違うところがあって両方面白い。エンドロールまで楽しめる神映画。まあ結論、神映画です。まず冒頭についてなんですけど、とにかく情報量がエグすぎて、視覚的にも聴覚的にも、あ、まさかそこから来ますかというような入りだったんですよ。全体的に素晴らしい映画だったんですけど、皆さん特に冒頭に注目してください。マジでびっくりします。だから当日は絶対に遅刻しないでください。 0.1 倍速で見せてほしいほどに視覚的にも聴覚的にも2点同時攻めで情報が襲いかかってきます。もう目をバッキバキにして、昭和世代はキーラみたいに、平成世代は眼球みたいに、ニュージネ世代はガーゴルゴンみたいに目を見開いてみてください。熱くんは開始1分ぐらいにちゃにちゃが止まりませんでした。で、次は事前知識についてなんですけど、知識があればあるだけそれは楽しめると思いますけど、そこまで気にしなくてもいいかなとは思います。ダークバルタの分身数ぐらいマニアを喜ばせてくれるシーンがたくさんあるので、知識があればあるだけいいと思うんですけど、月くんも全ての情報を全部理解して楽しんだかというと正直わからないので、そこまで気にしなくてもいいかなと思います。ただ本当の本当にガチのマジでウルトラマンの知識が一切なしという状態だったとしたら、ちょっと情報量の多さにびっくりするかもしれないなというのはあります。思っていたよりも内容が盛りだくさんというか、ギュッと詰まっている感じだったので。そして当然原作通りの部分とそうじゃない部分があって、それぞれそうそうそうこれこれという楽しみ方と、あー新ウルトラマンではこういう感じなんだっていう別の楽しみ方ができて最高でしたね。原作のウルトラマンの最初の流れだと、赤と銀の巨人が怪獣を追って地球にやってきて、その時事故で地球人を死なせてしまったウルトラマンがその地球人と一体化して人類を守っていく的な流れじゃないですか。今言ったような基本的な流れの中でもそのままの部分とそうじゃない部分があります。そのあたりをいろいろと楽しみながら見ていただけたらなと思います。従来の設定そのままの部分で言うと、設定がそのままでも世界観がリアルになっているので見せ方も変わってくるし、時代も違えば技術も違えば役者さんも違うので、そのままでありながらもそのままではないみたいな、うおーこうなるんだというような感動するシーンがたくさんあります。予告で見れるシーンで言うと、スペシウム光線のシーンとかがまさにそうだと思います。名前もフォームも同じなんですけど見せ方が全然違うので感動しますよね。そういうシーンがセリフとか演出とかでたくさんあります。逆に原作と違った設定といった部分で言うと、公開前からすでに分かっていたのはカラータイマーがないことですよね。それについてもカラータイマーの代わりになるじゃないですけど、代わりと言ってもいいようなシステムが導入されています。しかもそのシステムについても完全にオリジナルという感じでもなくて、昔の自動書の設定とか、もしかしたらあそこから取ってきてるのかなというような、そこから拾ってくるかと言いたくなるような意外なところから来ています。まあそんな感じで今まで通りの部分もそうじゃない部分も両方めちゃめちゃ楽しめるようにできてます。あとは怪獣や宇宙人の敵キャラですね。ネロンガ、ガボラ、ザラブ、メフィラス、プラスアルファ、全員素晴らしかったです。まさに圧巻、私の好きな言葉です。特に宇宙人2人がいい味出してて、もっといろんな宇宙人が地球に侵略しに来てくれないかなと思ってしまいました。総合的にめちゃめちゃいい映画で、本当にお金さえあれば映画館に毎日寝泊まりして毎日でも見れるくらいの映画でした。まあ仮にお金があってもさすがに寝泊まりは断られるでしょうけど。
原作のウルトラマンの初期案とかボツになった設定とか裏設定とか、もしかしたらその辺から引っ張ってきている部分もあるかもしれないので、いろいろ詳しい方は無限に楽しめるし、一切知らない人も十分楽しめると思います。本当にまさかそこから来ますかみたいなところから楽しませてもらえたり、細かい演出とかで毎秒楽しめるんですけど、なんならエンドロールまで楽しめます。真っ黒の背景にあの白い文字が流れているあの画面で楽しめます。だから見に行った時はトイレを我慢して、なんなら最悪お漏らししてでも最後まで見た方がいいと思います。まあおじさんがグダグダと話してきましたけど、まとめると、冒頭が特にえげつないので眼球並みの目ん玉ギンギン丸で見ること、お漏らしをしてでもエンドロールを見ること、以上や。ここまでご視聴ありがとうございました。さよなら。